ハロータチャハオこんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14グレンのリベレーター編第94回配信を撮っていきたいと思います。さあ現在ですね、グレンのリベレーターと言いつつも全然違うことやってますけども、現在ウルタハに来ております。泣き男のラトージャさん、これなんて読むんだろう、イ男のガヒージャさん。というわけで、青魔道士のクエスト。さあ、クエストを確か達成してきたはずなので、だいぶ前に。報告して、いや、受けていくのかな。青は愛よりいてて、ウルタハのマーティンは冒険者を待っていたようだ、途中。あ、レベル5になってこいっていうクエストだったっけ。シャンメイ君、どうやら、青魔法、吸血をランニングしてきたようだな。青魔同士としての成長ぶりも一目で分かったぞ。あ、吸血をランニングしてきた上、レベルを5だか10にしてこいっていうような感じだったような気がする。それでは、早速。キャー!マスク・ザ・ブルー様よ!あ、人気者なんですね。本物だ!こんなに近くで見れるなんて感激!あれやって、いつものやつやって。いつものやつなんだ。仕方ないな、一回しかやらないよ。いつものやつ。蒼天の空より鮮やかで、紺碧の海より深い、今宵をそんな青に染めてみせましょう。マスク・ザ・ブルー参上。何か技を出すのかと思ったら出さないんだね。うむ、ちょっと邪魔が入ったが、気を取り直して死から君に試練を与えよう。まずは中央座段の差し抜き盆地まで来たまえ。新規分地か。行ってもいいんだけどね。ちょっと他のクエストを受けていこうかな。これなんだっけ、破壊の力を求めて。よいしょ。ちょっとこれの前に一回長剣士になって報告かなしてきます。彫金師のお店の前ですかね、までやってまいりました。マルセルさんに報告ですね。だいぶ前に、なんだっけな、アバラシア雲海かなんかで、なんかシルバーインゴットかなんかだったか、ハードシルバーインゴット納品だったかな。おや、ジェリーフィッシュ様、もしかして何か進展があったのでしょうか。ピリバンさんの譜面をいただいてきましたよ、渡す。なるほど、2曲で1曲を。そんな方法があったのですね。曲を書いた音楽家の所属を求めてイシュガルドにまで。一つの品にかける執念、これぞ一流の域を超えた方の証。ご尽力に報いるため、私もいただいた楽譜をもとに制作の手順について段取りを進めてまいります。この場所でまたお会いしましょう。お金か。わーい、レベルが上がったぞ。というわけで、次のクエストも出ておりますので、まあ受けていこうかな。レベル58クエスト、思いを込めて。宝飾店エシュテムのマルセルは冒険者への伝言をことづかっているようだ。これはジェリーフィッシュ様、オルゴールの剣、セレンディピティ様にお知らせしたところ、大変お喜びになり、さらなるご助力を申し出てくださいました。何でもオルゴール制作に通じた名高い職人の方が彫金師ギルドにお見えになっているとか、
その道の第一人者より貴重なご助言をいただけるようですよ。こう、どのような方が。賞金シギルだよね。セレンディピティさんしか今のところ見当たりませんが、久しぶり。お呼び立てしちゃってごめんなさい。私のお師匠様が久々にご帰郷なさってるんです。そちらにおられるコルベルヌ先生です。お師匠様はかつて美しい宝飾品の数々で社交界の貴人たちを魅了された花形彫金師でした。今はオーケストリオンやオルゴールの制作を請け負う知る人ぞ知るさすらいの名工として知られています。その最高傑作はウルダ派の歌姫に捧げたオルゴールなんです。ぜひコルベルヌ先生に話を聞いてみてください。きっと素晴らしい助言が聞けると思いますよ。コルベルヌ先生、そちら？いや、コルベルヌ先生はん？あ、あちらに。なんかまだ若そうだよね、コルベルヌ先生。話は聞いています。ウルダ派の歌姫の名曲を編曲した難度の高いオルゴール作りに挑戦するそうですね。音色の要であるクシバには何を使うつもりなのかな。ハードシルバーとは驚きましたね。かつて僕がウルダ派の歌姫の美声を思い出しながらオルゴールを作った時も同じ金属を選んだんです。僕がそのオルゴールを作った時の経験からすると、最も相性が良いのはオーラムレギスシリンダーとの組み合わせです。このシリンダーとほぼ同等の品は魔法人形の部品などに使われています。試作して慣れておくと良いですね。オーラムレギスシリンダーはセレンディピティ君も魔法人形のメンテナンス用に欲しがっていましたから、一つ制作してあげてはいかがですか。作れるこれ。ちょっと待って、材料があるわ。オーラムレギスシリンダー、オーラムレギスシリンダー、まずきっとこれがない。全く持ってない。これは作れそうにないな。よし、じゃあこれはちょっと後日に回しますかな。これか。ナゲットがないと無理だな。砥石はあるが、ノーマルクオリティか。あ、でもシリンダーはハイクオリティじゃなくていいんだね。このクエストはちょっと置いておこう。というわけでですね、次は、一応採掘師になって採掘師ギルドまでちょっとワープです。さて、採掘師ギルドまでやってまいりました。アダルベルタさん久しぶり。レベル60クエスト、イデルシャイアの工房。採掘師ギルドのアダルベルタは冒険者にまた新しい仕事を紹介したいようだ。ゼチュイシュガルドでの資源調査大活躍だったそうね。フォルタン伯爵直筆の感謝状がギルドに届いたわ。さすがは伝説の採掘師ってところかしら。そんな君にまた新しい仕事を紹介したいの。今度の依頼主はイデルシャイアって町の工房。技術開発に協力してくれる採掘師を探しているそうよ。目的が目的なだけに希少な鉱石も求められるはず。君のような一流の採掘師にしか紹介できない仕事よ。受けてくれるならリネットから身元保証書を受け取って。身元保証書、今までなかったパターンだよ、その保証書がいるとか。じゃあリネットさん、イデルシャイアでのお仕事に向かわれるのですね。
身元保証書はすでに用意してありますよ。詳細は現地にて依頼人のノノワト様からお聞きください。こちらの封書をお渡しいただければ話が通るはずです。あなたの一層のご活躍期待してます。期待されてる。じゃあまたこれはちょっとイデルシャイアに行くとこまで行くタイミングまでちょっと置いておこうかな。多分どっかで行くとは思うんだけどね。というわけで、あとはですね、青魔のクエストの続きをやった後で、来週あたりナイトのクエストかな、やっていきたいと思います。というわけで、差し抜き盆地までワープ。さて、差し抜き盆地かなまでやってきました。中央座なら南方面出たすぐですね。マーティーさんに話をしていこう。さて、試練とはすなわち実践だ。君にはこの先に出没する危険な人食い蜂を討伐してもらう。ラーニングした青魔法吸血で魔力を充填しつつ戦い、その鍛錬の成果を発揮するのだ。待って、しばらく使ってなくて分かってないんだけど、吸血これか。攻撃が水鉄砲、迅速。大丈夫かな、この先。あのね、レベルだけやけに上がってるのは、あのですね、いちかさんに連れてってもらって、いろんな場所でちょっと戦ってきまして、いくつかラーニングもしてきてしまいました。これね、多分単品でいくと超きついと思う。水鉄砲意外と強い。それかレベルが上がってるせいか、ちょっとその辺が分からんけど。シモニーさんかな。早くも人食い蜂を退治してもらえたんですね。ありがとうございます。これで安心して行商に出られます。これはほんのお気持ちです。ごほん、おめでとう。試練を突破できたようだな。なんという、試練じゃなく、1、試練じゃなくただの討伐依頼では、2、手よく利用したな。まあそこまでは言わんよ、討伐依頼かな。何を言う、これも立派な試練だ。同時に人助けもできたのだから万々歳ではないか。報酬は山分けするので、そう睨むでない。ともかく最初の試練は突破したのだ。さっさとウルダハへ戻ろう。うん、別に悪くはないと思うけどね。ついでに、まあ魔物退治とかね。というわけでウルダハの中までワープですかね。いつもの場所かな。さて、戻ってまいりました。いつもの場所。マーティンさんに報告をしていこう。駆け出しの青魔道士として、君はまずまずの成長を見せた。これからも精進するように。さて、次なる目標は青魔法マインドブラストとしよう。かの魔法をラーニングし、青魔道士としてさらに鍛錬を積んで、また私の元に戻ってきたまえ。ザー、シャンメイよ。青魔道士は一日にしてならず歩み続けるのだ。コンプリート。マインドブラスト、なんだその顔は。報酬に不満でも。当然授業料を天引きさせてもらった。世の中甘くないんだ。へえ。山分けっていう単語の意味。だけどマインドブラストまだ多分覚えてない感じだったかなと思いますので。あ、これ誰からラーニングするとか
と出ない。どこで見るんだっけ。なんかリストみたいなのあったよね。青魔導士だっけ。あった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 。これか。これ？あ、タムタラ。へえ。うん、これは次回以降かな。というわけで、どうしようかな。今回はここまでに、ちょっと短いけど、ここまでにしたいと思います。第94回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はナイトのクエストを進めるところをやっていきたいかと思います。では、失礼します。